こんにちは、愛です。今日は水耕栽培で育てていた大根の花が咲いたというお話です。去年の秋に東京郊外に引っ越してきて、自然の多い環境で過ごすようになりました。そして体のためにもいいものを食べたい、安心安全なものを食べたいなと思うようになりました。本当は自給自足や家庭菜園などをやってみたいという気持ちもあるんですが、いきなりそれを始めるのはハードルが高いということで、家の中でもできる水耕栽培を始めることにしました。といってもスーパーで買ってきた大根やカブなどを切れ端を水につけて日の当たる場所に置く、ただそれだけです。1日2日経つとその切れ端の状態から内側から新しい芽が出てきて育っていきます。そして1週間から2週間するとベビーリーフ状態というか、本当に可愛い葉っぱのような状態になって、それを収穫して食べることができます。収穫したてのベビーリーフの状態の葉っぱはとてもしっかりしてて、めちゃくちゃ美味しいです。こうやって何回か収穫しながら育っていくのを観察してたのですが、今日の朝見てみたら大根の花が咲いていました。白くて可愛い花が咲いていて、これまで大根の花を見たことがなかった私にとってはめちゃくちゃ嬉しいことでした。本当に小さい芽の部分からどんどん茎が育っていって、花芽ができてつぼみになって、花が咲いて、私がやったことといったら水をあげたり太陽の近くに持っていくということだけだったんですが、自然の持ってる力ってすごいなって思います。そしてこうやって自然の力をありがたくいただける、本当にこれってすごいなと思います。でもよくよく考えてみると、人間もこの地球上でその自然の循環の中、大きな流れの中の一つとして生きてるんだなって思います。つい私たちは地球を自分たちの場所だと思って、欲望のままに行動したりしてしまいますが、本当はもっと大きな循環のことを考えて、大根の花も動物も人間も全部が笑顔になるような、そんな大きな流れを
壊さないようにした方がいいんじゃないかなって思います。そういった意味で本当に必要なものだけをありがたくいただく、そして実際に食べる前にお命いただきますという、そういった気持ちを持って食事をするっていうのは本当に大事なことなんだなと思いました。ということで今日は水耕栽培で育てていた大根の花が咲いたというお話でしたが、自然の中の一部分でもある私たちをもっと感謝しながら毎日生きていった方がいいんじゃないかなってつくづく思いました。これからもいろんなものに感謝しつつ、大きな流れの中で貢献できる人になっていけたらいいなと思います。最後まで聞いていただきありがとうございます。